おはこん。おはこんばんは。It's Sega on the Brand。で、今日は餃子を作ります。はい。で、この間、初めてこれをね。うん。じゃじゃん。鉄板。鉄板、ホットプレートを買いましたので、はい、これを使って何かやりたいと思ったら、まず最初にピンって浮かんできたのが餃子。そう。だったので、今回はこれを使って、餃子を作っていきたいと思います。はい、この間でもね、お好み焼きを作ったよね、うん、これで。作った、ね、で今回作る餃子は2種類あって、まず1つがもう超普通の餃子、うん、豚のひき肉とキャベツとニラが乗ってます、うん、でもう1つはキャベツとしそと、あとこのお肉とあと梅を入れていきたいと思うので、うん、一つは普通の餃子、一つは梅の梅じそさっぱり餃子みたいのを作っていきたいと思います。はい、じゃあ、はい、早速作っていこうか。はい、じゃあブレンはその普通の餃子を混ぜてください。 OK。 この餃子はさ、本当は2日前にやるはずだったんだよね、うん、だけどなんか皮、餃子の皮を買うの忘れてできなくて、そうそうそう、でなんか常温でなかなか売ってなくて、もう冷凍で売ってんだよね、餃子の皮って。だからそれ解凍するのも時間かかるから、結局2日後の今になっちゃった。ご飯もいっぱい炊いて準備してたのにさ、ね、楽しみにしてたのに、なんかちょっと悲しかった、うん、でもまあ中華の店行って餃子の皮買って、うん、で中華の食べ物を買って食べた。そうね。その日はそれはそれでよかった、うん、塩コショウお願いします。これ、うん、作っていきます。作っていきます。久々、あんまし具入れちゃいけないんだよね、うん、確かね、入れすぎると包みづらくなっちゃうでしょ、破れる。お水、なんかワンタンみたい形が、俺の作ったやつ。俺も餃子ってどんな形だっけ。でもこの感じじゃない、こんな感じか。どうですかブレンさん、大統領決まりましたけど、うん、嬉しいね、やっぱりね、うん、そうかなって心配してたから、うん、なんかだってブレンと会ったのが2015年じゃん、トランプさんになったのが2016年、うん、そうだね、だよね。でなんかそのまあ2017年にアメリカに帰んなきゃいけないってなったんだけど、うん、なんかその時すごくなんかブレンがやだやだって言ってたの覚えてる、うん、なんか怖かった、うん、なんか俺はさ、まだアメリカのこととかそんなに知らなくて、うん、なんかトランプで誰って感じだったんだよね、うんうん、だからなんか別になんかその大統領がなんかちょっと変わっただけでなんかそんなに怖いとかあるのって思ってたんだよ、うんね、うんうん、でもブレンがなんかすごく怖い怖いって言ったから、でも今になってわかるけどね、なんで怖かったかとか。だってアメリカって意外と同性婚認めたの遅くて、なんか、まあ、2015年に認められて、その1年後に彼がなってるんだよね、大統領に、うん、でね、なんかもしかしたらなんかそれがその権利がさ、うん、なんかなくなっちゃったりとかするかもしれないかったから、ね、そう怖かったそれ本当にね、うん、結婚しに行くのにそれがなくなったらどうしようってずっと思ってたし、うんうん、あとなんか普通にさ差別堂々とできるようになっちゃったんだよね、いろんな人、うん、いろんな人がなんかずっと隠してきた人たちが堂々とし始めたからさ、ちょっと怖かったよね、うん、なんか差別の気持ちはさあったかもしんないじゃん、その心の中に、うん、そのね、だけどなんかその大統領が公になんかその人を差別する発言とか態度をすることによって、なんかそれを堂々と表に出してもいいって思う人が増えたみたいなさ、うん、感じだったよね。ね、
自分たちがアメリカに住んでるもうこの大体3年間とかはもう全部そのトランプ政権の元のアメリカじゃん、うん、でほぼ毎日何か出来事なんか変な発言だったりとかなんかね、多分日本で報道されてるのもあれば報道されてないなんかやつもあると思うんだけど、本当になんか胃が痛くなるようなニュースとかが多かったんだよね、この3年間ぐらいここにいて。ほらこれブレンが作った餃子綺麗じゃない、お月様みたいな。早く作ってる人すごいよね。ね、あれだよね、うまく作れまちゃん。今日は乾杯するためにシャンペーンを買ってきましたよ。これだからこのスピーチを見ながら、そうごくごくと、お祝いだからね。お祝いだよ、もうやっともう解放されたって感じ。ポンってなる？なる、ポンって。やだ。家の中で。今までで一番でかい音じゃなかった今。でかかったね。でかかったよね。乾杯。乾杯。ありがとうバイデン。ありがとう。何それちょっと。感謝いたします。ね。うん。そう。本当に。飲みやすい。うん。美味しい。ピ何味これ。味。ブドウ。ブドウか。じゃあスピーチ見ようか。見ようか。どれが梅かわかんない。ね、こんな感じでいいかな、とりあえず。結構お酒飲んだね。ね。ちょっと酔っ払いちゃんかも。酔っ払いちゃんかもね。ね、シャンパンだって一本飲んだ。飲みきったし、それと。このお酒飲んでる。日本で売ってないか？売ってないと思うよ。これ美味しい、ラフランスの味。洋梨美味しい。ひっくり返してみた。もう食べたい。私はビネガーとちょうだい、ラー油派。みんなは何かな。でももっとなんか違うのとかつける人いそう。いただきます。いただきます。切れてるところか。これ多分普通の餃子だね。ね。うまい。おいしい。うまい。食感がいい、なんか。なんかね、もちもちこの皮は中国の皮で、なんかすごくね、もちもちの皮。美味しい、うん、食べ応えがある、うん、うまっ。おいしい。なんか梅のやつ食べてみたいんだよね。形が下手くそなやつが多分梅だから。うまいね。うん、うん、梅じそ、うまっ。うん。うわ、梅やったことない人やってほしいな。大根おろしポン酢と相性がいいと思う。そうでしょ、ビール。わお。これ今夜のおかずは餃子って人が多いかもね。
これを見ていいと思います。満腹でございます。そう、ほろ酔いでございます。ほろ酔いで結構いろんな種類のやつ飲んだから、ね、日本酒、ビール、あの俺のシャンパン、あとこのなんていうのこれはシードル、ほろ酔いブレンチャー。そうねあったかい、うん、暑いじゃあ今日の動画はこんな感じになります。はい、もう結構今日はね、いろんな選挙の話とかいろいろしちゃったけど、うん、うん、本当に嬉しいんだからね、まあまあ、ね今日を撮ってるからだからね。そう、うん、もう、まあ、一番ね今日はそれをそればっかり考えてるから、うん、まあ、この動画でっていうのは多分撮ってからなんか3日4日後とかだけど、そう、今はもうその発表された当日だから、うん、すごくねほーってあったかい気持ちなんです、うん、ね。じゃあ今日の動画、餃子美味しそうと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。お願いします。あとはコメントと概要欄のチェックお願いします。はい、ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイデンの声聞きたい。 Who did? Who did? 声似てなかった今